この身は常に勝利する。我が道の行く先には栄光を、その手には屍を、あらゆる剣も槍も我が身を貫くことはない。上々の戦士の名はドロシー・イザヤ・エリシバ。この祈りでかの者は死後を得る。最悪に神は笑わない。かの者は常に勝利。一つの記憶が浮かんでいた。人が死の淵に足を踏み込んだ時、それまでの人生の記憶がたくさん思い出されるという話を聞いたことがある。でも私の頭の中に浮かんでいるのはたった一つの出来事だけだった。まだ母さんが生きていた頃の記憶だ。私は尋ねた。世界が終わるのと自分が死ぬの、何が違いがあるの？と。世界というものは私が認識して初めて私にとって世界になる。私が死ねば私が見ている世界もおしまい。私が死ねば私は世界が見られない。だからそれは世界の死と同じなのでは、と。そう尋ねる私に母さんは言った。母さんが死んでも、その思い出はドロシーの中で生きてる。父さんの思い出も母さんの中で生きてる。自分が死んでも、命はそこで終わりじゃないんだよ。決して見えずとも続いていくものが確かにある。世界はそうして自分が消えた後も続いていくんだ、と。ことが本当なら、私の命も誰かの中で生き続ける。きっと無駄じゃない。母さん、もしそばで見ていてくれるのなら応答してください。母さん、私あなたに誇れる生き方ができたでしょうか。立派に生きた。もう頑張らなくてもいい？母さん、応答してください。応答してください。命はあなたを死ぬのと何が違うの？体が消えるだけ、命はちゃんと続くから。ピカラって人から人へ記憶は
キリト、どうかしたの？ああ、いや、なんでもないよ。私はまた形の良い木の棒でも見つけたのかと思いました。アリス、俺のことどれだけ子供だと思ってるんだ。さすがにもうそういうことは。いや、すごくいい棒だったらわからないけど。まったく、それでもアンダーワールドを救った英雄ですか。お前はいつまでも脳を駆け回る子供のようですね。俺は英雄なんかじゃないよ。キリトがそう思わなくても周りの人はもうそういう目で見ているよ。はい、お前は不作法者ですが、剣士としての腕前は一流。英雄と呼ばれるにふさわしい行いもしてきました。もっとしっかりしてください。って厳しいな。それにしても出会った頃か、懐かしい。アリス、ユージよ、歩きながら昔話でもするか。俺、霧ヶ谷和人はある日突然アンダーワールドと呼ばれるこの仮想世界に閉じ込められた。アンダーワールド、俺がテストダイバーとして関わっていた企業ラースが開発している次世代型フルダイブ実験機 STL、 ソウルトランスレーターの中にあるはずの世界だ。なぜこの世界に閉じ込められているのか。前後の記憶もあやふやなまま、俺はここからログアウトできる手段を探しさまよっている。幸運なことに、この世界で相棒と呼べる少年と出会った。苦楽を共にし、互いに剣技を高め合う日々。しかし、日常と呼べる日々はある日突然終わり、まるでそれが運命であったかのように闘争の中に身を置くことになった。今まで何度も俺を救ってくれた仲間の登場、新しい出会いで生まれた絆、みんなの力のおかげで数々の戦いに打ち勝ってきた。未だ現実世界に帰ることはできていないが、たとえこの世界が仮想世界であっても、俺にとってはここで過ごした日々は現実だ。キリト、昔話もいいですが、もうすぐ目的地の東の大門です。おじさまが待っておいでですよ。さあ行きましょう。今の俺は現実世界の高校生ではなく、アンダーワールドの剣士だ。ここにいる人々のために剣を振るいたい。たとえどんなことがあっても。だから言うことは、今から言うことはカーディナルさんやアンダーワールドの人たちを傷つける言葉になると思う。構わん、続けてくれ。聞くならばわしが適任じゃ。彼らの目的は、高度なボトムアップ型の AI を作り出し、私たちの世界で兵器として軍事転用することなんです。ラースの人たちが求めている優れた人工高適応型知的自立存在は、ある名称が付けられています。アーティフィシャル・レイビル・インテリジェント・サイバネーテッド・イグジスタンス、通称アリス。全てはこのアリスを生み出すためだけに用意されました。このアンダーワールド、全てがです。菊岡さんたちが言うには、整合騎士となったアリスさん、アリス申請者サーティが候補として該当するそうです。
キリト、このことはまだアリスに言うべきではない。わしとアスナ、そしてお前だけの間でしばしとどめよう。たとえどんなことがあっても、俺は剣を振る。大切な人々を守るために。キリト、最近カセドラルでの訓練ばかりで実戦をしていないのでは？私の動きについてこられますか？あ、言ったな。じゃあ聖号騎士のアリスさんにいろいろご教授いただこうか。いや、腕はなまっていないようですね。それでは東の大門へ向かいましょう。あのね、
よう来たか、キリト、ユージオ、それにアリスの嬢ちゃん。待ってたわよ、三人とも。これが、みんなが言ってた。ええ、ダークテリトリー側からの攻撃です。大門崩壊が早まるわけでもないのですが、この緊張状態への圧力とでも言いましょうか。最近は特にひどいものです。お前たちが力を貸してくれると言った以上、現在の状況も包み隠さず見せた方がいいと思いまして、それで連れてきたのです。戦争が起きればあそこから幾千、いえ幾万もの敵が現れ人海を蹂躙します。今は大門が受けている攻撃を私たちが浴びることでしょう。たくさんの命が失われ、大地は戦火に抱かれる。それを見届ける覚悟がありますか。ああ、覚悟ならいつだってあるさ。お前は巻き込まれているだけに過ぎないのですよ。巻き込んでもらわないと困る。知らないところで傷つかれるより巻き込まれた方が俺はいいんだよ。友達はアリスを守れないだろ。うん、キリトの言う通りだ。最前線で戦うのは聖号騎士だしね。背中は任せて。僕も同じ気持ちだよ、アリス。揃いも揃って大バカ者ですね。けれど私はいい友人を持ちました。ありがとう、キリト、ユージオ。それで実際暗黒海側と戦ったら勝敗はどうなると予測されてるんだ。俺たち戦国士がいるんだから軍配はこちらだと言いたいところだが、戦争となるとそうは言えねえな。はい、我ら聖号騎士の突出したこの力は闇の軍勢ごときに負けるはずがありません。しかし暗黒海には人海側にはない圧倒的な兵の数が存在します。どれだけ勇猛に戦ったとしてもその数の前にひれ伏してしまう可能性があるのです。なので我々は、何事ですか。あれは敵同士で戦っているのか。何にせよ敵は敵、人海への侵入は許しません。撃ち落としましょう。攻撃用意。待ってくれ、子供がいる。あの飛竜の乗り手は攻撃するな。追撃者に攻撃用意。ジェネレートエアリアルエレメント、ディスチャージ。
了解。俺が先行して敵を引きつける。周りの援護頼んでいいか。君は人界の誰かに用がある。どうやらこちらに危害を加えるつもりはない。それどころか俺たちを助けようとしてくれている。そしてあれを倒さないとおちおち会話もできない。で、合ってるか。教えてくれ。
代価となるものを引き連れてしまったこともお詫びする。ですがこちらに敵意はありません。召喚は暗黒騎士団より派遣された使者ドロシー・イザヤ・エリシバ、聖豪騎士の長であるベルクーリ・シンセシスワンにお目通り願いたい。ダークテリトリー、またの名を暗黒海。俺がいる場所、人界からすると長年睨み合いをしている敵対勢力の住まう土地だ。二つの土地を分断している東の大門が崩壊すると情勢は一気に戦争へと傾く。現状はもはや崩壊を待っている状態だ。そんな中、敵地から少女が二人やってきた。しかも人海軍の総大将にあたるベルクーリに会わせろというのだから、俺たちは混乱していた。ユージオ、もしかして俺を探してたか？うん、キリトを連れてくるようにってカーディナルさんに言われたんだ。これからあの暗黒騎士の子の処遇を決める査問会議だって。それで探してたんだよ。ねえキリト、小さい女の子の方は大丈夫だった？まあ、サライのことか。今監視付きだけど天幕で休ませてる。疲れてたみたいで飯食ったら寝ちゃったよ。サライって言うんだね。よかった、拘束されてないんだ。昔のアリスのことがあったからちょっと心配で。あ、大丈夫だ。ああ言ったことはさせないさ。暗黒騎士の子、ドロシーだっけか。ドロシーと離れ離れが嫌だって泣くもんだから、なだめるのが大変でさ、かわいそうだったな。捕虜扱いとはいえね。僕も後で様子を見に行くよ。じゃあ少し歩くことになるけど出発しようか。場所は作戦本部だよ。武器も持ってないのに拘束する必要があるか。彼女が無抵抗だったのは分かってるだろ。わしもそう言ったんじゃが、怯えている者がいるのも確かでな。暗黒怪人を初めて見る者も多い。暗黒怪人と言ったって俺たちとそう変わらないじゃないか。カーディナル、こんなの。なんだこりゃ、情けねえ。人海のど真ん中で武器一つ持ってねえ娘を寄ってたかって怖いってか。大の大人がガン首揃えて何やってんだ。いいか、外すぞ。ありがとうございます。いや、こちらこそ非礼を詫びる。早速始めようや。何の用があって人界に来たのか話してくれ。承知いたしました。改めまして、召喚は暗黒界の熟考が一人、暗黒騎士団団長リクスル・ウルシャスターの名代として参りました。ドロシー・イザヤ・エリシバと申します。暗黒界は現在熟考をそれぞれの長とする暗黒軍を編成し、人界との決戦を今か今かと待ちわびています。肥沃な大地と安定した気候を持つこの場所を我が物にせんと。そしてキデンはその敵対する土地にやってきた。一体何のために？わざわざそれを聞かせたかったとでも？
人界との戦争は我ら暗黒海側の総意ではありません。中には大戦の流れを止めようとする者たちがいます。将官もまたその一人です。ザレゴと一体どれほどの年月を互いに憎しみ合っているか知らぬわけでもなかろうに。ああ、デュソルバート様の言う通りだ。今さら何を言っている。人界とダークテリトリーの間には血塗られた歴史がある。人界人がどれほど殺されたか貴様には分かるまい。ここにいる兵士たちの家族すらも命を落としておるのだ。貴様も人界の戦士を死に至らしめた者の一人のはず。どの口が。召喚の母親も人界の戦士に撃たれて死んでいます。それは皆同じ経験をしています。だからこそこれ以上無駄な血を流したくないと思うのはおかしいことでしょうか。ひとたび戦が起きれば踏みにじられるのは力なき民です。幼かった召喚が母を失ったように親を失う子が大量に出るでしょう。聖豪騎士殿は人界の子らにそんな思いをさせたいのですか。どうかご一行いただきたい。召喚は、いえ、シャスター様率いる暗黒騎士団は人界側との和平を望んでいます。和平だと。驚いたな。この暗黒騎士の少女は俺たちと同じように誰かを救いたいという気持ちを持っているのか。閣下、この場で信用を一つ乱さぬのはお見事ですが、何かご存知だったのですか。さすが副騎士長殿はお見通しか。ま、今から言うつもりだった。すまんな、みんな、この話は本当だ。かねてより俺と暗黒騎士のシャスターとで和平の道を探っていた。ベルクーリをせめんでくれ。伏せておけと言いつけたのはわしじゃ。身を結ぶかわからんことじゃった。しかし幸運なことに大門崩壊前に間に合った。これは吉報と言えよ。そうだな。だがシャスターの連絡では来るのはリピアという暗黒騎士だったはずだが。ま、誰が来るかは問題じゃない。大切なのは暗黒界の奴らが聖護騎士団団長である俺との約束を守ってきたという事実だ。いいかお前ら、これはサモン会議じゃない。な、和平の使者ども、平和について話し合いを続けようや。和平という言葉にその場にいた全ての者たちに衝撃が走った。戦争したこの巧妙に少なからず俺は浮き足立つ気持ちがあったが、その道は簡単なものではないとベルクーリは言った。聞かされた情報を整理していくと、その困難さがよく分かった。まず、ダークテリトリーの権力構造の説明は、10の部族の族長、10校が統治者として存在している。剣闘士ギルドの族長、イスカーン。オーク族のリルピリン。暗殺者ギルドのフザ。暗黒術師ギルドの DIL、 オーガ族のフルグル、ジャイアント族シグロシグ、そして山ゴブリンのハガシ、平地ゴブリンのクビリ、商工ギルドのレンギル・ギラスコボ、暗黒騎士団シャスター、彼らが実行だ。
そのうちの暗黒騎士団と将校ギルドは和平寄りの考えであるという。この二つの部族は他の八つの部族に人界との和平交渉の会談の席についてほしいと願ったが、首を縦に振る者は少なかったそうだ。我らが暗黒騎士団の長であるシャスター様の説得もあり、残りの族長からはある条件を満たせば人界との会談に応じると返事が来ました。それが和平会談は暗黒界で行うということだ。人界側は敵地に乗り込まざるを得ない形になる。どう考えても罠だ。ドロシー・イザヤ・エリシュバ、貴殿に問おう。人界の要人を手引きし謀殺せんとする、ダークテリトリー側の罠でないと言える証拠はありません。和平をお願い、死も覚悟の上で。敵地にやってきた剣士には敬意を払ってやりたいが。ええ、安直に話に乗って出る損失はこの小娘の首で賄えるようなものではない。こちらから使者を出して敵の根城へ向かわせるなど狂気の沙汰です。ですが求めているものがその猜疑心を乗り越えた心の強さなのだから、正直に来い、願うしかない。召喚が敵地であるこちらに死を覚悟して乗り込んだのは、そちらに敬意を払ってのことです。人界側は同じことができぬのですか。なんだと。あなたの言う小娘ができたことをそちらはできないのかと聞いているのです。騎士の称号が飾りというならば仕方がない。ですがそうでないのならば、召喚がしたように危険があるとしても和平の未来を手繰り寄せる行動をとってください。今度はあなた方の番だ。決してたやすくはない困難な道となるでしょうが、人界にも気高き志を持つ剣士がいることは我が身をもって知っています。ぜひ和平への道を歩んでいただきたい。挑むような彼女の言葉に俺たちは少なからず動かされた。その後の話し合いではダークテリトリー側からの要求をのみ、こちらから使者を出すことで話が進んだ。人界側は和平使節団を形成し人員を送り込むことになった。すっかり暗くなっちゃったね。話し込むと時間を忘れちゃうよな。夕飯もまだだし拠点に戻ろうか。ありがとう。明日の準備もしなきゃね。何を持っていけばいいんだろう。雨寄りにお別れの挨拶をしないと。キリト君どうしたの。いや、東の大門の方を見ていただけだ。何か悩んでる。言いたくないならそれでもいいけど、話せるようなら言ってほしいかな。一
応私は君の恋人なんだし力になりたいよ。ありがとうアスナ。あのさ、俺たち今このアンダーワールドで人界側にいるだろ。今まではこっちに守るものがたくさんあったから当然のように人界側でダークテリトリーと戦うしかないと思ってた。俺が知ってるダークテリトリーの住人ってなんだかすごく敵として分かりやすくて、ルーリットの村の山奥でゴブリンに勇士を傷つけられた経緯もあってすっかり俺の中では悪い側だと思ってたんだ。でもドロシーと出会って。ああ、うん、わかるよ。暗黒界の種族には殺戮と強奪の行動原理がフラクトライト AI の魂に付与されてる。そうカーディナルさんに聞かされていたけれど、あの人の考え方は私たちと変わらなかった。奪うんじゃない、守ろうとしてた。思い描いていたダークテリトリーの暗黒騎士とは違ったよね。俺が見て聞いたものだけが全てじゃない。もっと事態は複雑でたくさんの事柄が起きてる。俺この世界が好きだよ。ここにいられる間みんなの役に立ちたい。でも立っている場所や見ているものが本当に曇っていないか今すごく考えてるんだ。私キリト君のそういうところすごく好きだよ。私も考える。答え合わせができる問題じゃないけど考えることが大切だよね。きっとダークテリトリーに行けばわかることたくさんあるよ。君のことは私が守るもの。やあ。仕方ありませんね。うん、どういうことだ。ドロシーが来てから数日、ダークテリトリーとの和平交渉のために人海和平使節団が設立された。ダークテリトリーの会談場所はここ人海から大きく離れている。旅の道筋はこうだ。東の大門付近からダークテリトリーへ侵入、それから本山ともいえるオブシディア城を目指すことになる。案内人はもちろんあちら側の使者であるドロシーだ。皆さんお集まりいただきありがとうございます。すぐに出立したいのですが、その前にお願いが。
彼女はサライ。召喚の上官が運営している孤児院で面倒を見てもらっている子です。召喚の年の離れた友人になります。こちらに来る前、召喚は詰め所で彼女と別れの挨拶をしていました。しかしその際、和平反対派に襲われ、残していけば殺される状態に追い込まれ、連れてくるしかなくなってしまい、その静かにするように言いつけますから、同行のお許しをお願いできないでしょうか。まあもちろんちゃんと送り届けてやらなきゃな。サライ、いい子にできるか。うん、いい子にする。かわいいわ。任せて、頼れるお姉さんたちがいっぱいいるわよ。反対の方はいないのでしょうか。てっきり暗黒界の子供など旅に連れて行けぬと言われるかと。まさか、誰かが守ってあげないとダメだろう。まだ小さいんだし。ドロシーは、呼び方はドロシーでいいよな。はい、何なりとお呼びください。俺もキリトって呼んでくれ、ドロシー。行きはいろいろ大変だっただろう。帰りは俺たちがいるから頼ってくれよ。ドロシー殿、話し中失礼します。はい。そんなに緊張されずとも良いですよ。恐れ入ります。和平反対派の妨害が果実の追手ということで合っていますか。はい。熟考の力は均衡しているがために意見が割れています。それゆえこうした武力衝突が起こるのです。道中ももしかしたら反対派が設置した敵や罠があるかもしれません。危険な旅になることでしょう。しかしご安心ください。必ず召喚があなた方を無事にオブシディア城へとお届けします。この命を賭してでも。いや、ダメだ。え？その話で言うなら俺たちが力を示すべきだろ。それに使者であるドロシーが死んだら和平どころじゃない。交渉決裂だ。確かにそうですね。戦慄でした。死なないように。しかし死ぬ気でお守りします。結局死の危険をはらんでるんだけど、もっとリラックス。あ、じゃなかった。そんな緊張せず行きましょう。根が真面目な人なんですかね。大丈夫だよ、助け合えばなんとかなるなる。自慢じゃないですが、私たち冒険には慣れてるんですよ。だからそんなに一人でどうにかしなきゃって思わないでくださいね。しかし召喚は騎士ですから、むしろご婦人方をお守りする立場。可憐なあなたたちを守らなくては。ドロシー、そんなこと言っていられるのも今のうちだぞ。うちの女性陣はすごく強いから、むしろ僕らがよく守られているよ。本当に一人で無理しないでね。一時とはいえ旅の仲間なんだから。お気遣い感謝いたします。ですが召喚はただの使者です。どうぞ護衛として、いえ
盾としてお使いください。キリト、ドロシー殿がついているとはいえ、あちらはまだ見ぬ敵地。石膏として数名の偵察部隊を先に出しては。そうだな、道がどうなっているかもわからないし、ちょっと部隊を編成し直そうか。では行きましょうか。案内します、キリト。ところに裏道が。なるほど、以前からダークテリトリーの住人が人海へ出没していた理由が分かったよ。途中魔獣が多く出没します。暗黒界のどの種族にも属さない者たちです。人海にもいるよ、野生の動物って感じで話もできないし、戦うか逃げるかしかないよな。はい、皆さん武芸の達人とお伺いしていますが、気をつけていきましょう。サライも気をつける。サライは離れないように気をつけてくださいね。召喚は君を守りますが、そのためにはそばにいてくれないとダメです。約束ですよ。はーい、約束。とてもいいお返事です。召喚も安心できました。それでは。何か。ドロシーさんって本当はそんな感じなんだね。え、最初と印象違うからびっくりしちゃった。そっちが素なのかな。もしかして普段はわざとキリッとして振る舞ってる。そんなことは。普段からキリッとしてます。本当？作ってない？ありのままで暗黒騎士です。ではご案内します。行きましょう。ありのままで暗黒騎士である召喚が精一杯案内させていただきます。ねえ、あの子ちょっと面白いわね。面白いは失礼じゃ、なんだろう、真面目かわいい。ああ、ズバリそれかも。堅物な顔を崩したくなるというか、真面目だからこそつつきたくなってしまうというか。もうリズったら。でも接してて怖くないのは嬉しいね。長い旅になりそうだし、できるなら仲良くしていきたいな。そうね、敵同士とはいえ今は同盟に向けて歩む仲間だし、その前に同世代の女の子だしね。おい、行くぞ。はーい。聞こえているか。
カーディナル？カーディナルか。うむ、通信は問題ないようじゃな。もう彼の地への道を進んでいるところか。ドロシーに案内してもらっている。ダークテリトリーに入ったらカーディナルとの通信もできなくなりそうか。いや、安定性がないだけで可能なはずじゃ。また日を改めて連絡する。お主らが無事かどうか、カセドラルに残った者たちも心配しておる。分かったよ。状況によっては応援を頼みたいしな。それじゃあ行ってくる。なあドロシー、これはそちらに行く前の心構えとして聞いておきたいんだが、ダークテリトリーの住民ってどんな感じなんだ？俺はゴブリンとか見たことあるんだけど、かなり好戦的な印象だったから。そうですね、否定はできません。暗黒界は弱肉強食、力こそ全てという力の掟が存在します。遥か昔、暗黒神ベクタ様が支配した時代から受け継がれてきたことです。暗黒神ベクタ、そういえばベクタという神は人界では悪人として恐れられていたな。記憶喪失で見知らぬ場所に現れた俺自身もベクタの迷子と呼ばれていた。おそらく暗黒神ベクタが畏怖の対象であることから、負の出来事に紐付けられることが多いんだろう。ダークテリトリー側にも人界にあるような神話があり、その神話の影響が人々にも現れているというところか。この力の掟があるゆえに、均衡した力関係では意志のすり合わせが難しく、実行たちはそれぞれ好き勝手に物を言うばかりなのです。なるほど。でもそれって和平を目指す俺たちとしては悪くはないよな。しっかりとした意思統一がされていない今だからこそ、二つの世界が手を結ぶ未来が残されているとも言えるだろう。まさにその通りです。人界側にもシャスター様のようなお考えの方がいるとは、とても心強いです。キリト、実はこの先を進むと案内人が一人待っています。もう一つの和平賛同勢力である商工ギルドから派遣されたものです。彼は武力からかけ離れたような人物なので安心してください。いろんなところに顔が利くものなので旅の援助をしてもらいます。どんなやつなんだ？彼は悪い人間ではないのです、本当に。なぜ会う前からそんなことを言い出すんだ。癖のある人物ですが、シャスター様も認めている方です。失礼がある場合は召喚に苦情を言っていただければ。もう苦情受付窓口を作ってるの、すごく気になるんだけど。とにかく彼と合流しましょう。ね、なんでなのか教えてくれよ。あ、なあドロシー、なあってはひゃー、誰かを助けよう。
誰かの悲鳴か。あの声は、おそらく商工ギルドのカイナン殿です。もしかして魔獣に襲われているのかもしれない。声の方へ急ごう。キリト、カイナン殿の元まで急がねばなりませんが、この辺りは強い魔獣が多く存在します。奇襲があるかもしれません。なるべく音を立てずに静かに行きましょう。ああ、嫌な空気が漂ってるな。それこそ今すぐにでも。おっと、お出ました。噂をすればなんとやらだな。そんな、カイナン殿を助けなくてはならないのに。魔獣は小さな音にも敏感だ。遅かれ早かれバレてたさ。いいえ、召喚が君に話しかけてしまったからです。つまり召喚が引き寄せたと言っても過言ではありません。いや、俺も喋っただろ。ドロシーだけのせいじゃないって。こんな体たらくでは到底みんなに認められる暗黒騎士になれない。おい、ドロシー、聞いてるか。キリト、すみません、責任を取ります。あれは召喚が相手しましょう。いざ尋常に参る。こら、ドロシー君や、待ちなさい。何ですか、キリト。連帯責任で。連帯責任？一緒に戦うんだよ。救出を待ってる奴がいるんだから、早く駆けつけるためになおさらそうすべきだろ。というわけで、お手を拝借。いざ尋常に参る。ドロシー・イザヤ・エリシバ、貴殿と共にいざ尋常に参ります。君と一緒なら負けないよ。分かったよ。行くよ、行くよ。分かったよ。行くよ。よっ、よっ、行くよ。ドロシーもな。ほら、一緒に戦った方が良かっただろ。はい。まだ出会って少しの間からだけど、ドロシーって見た目は大人っぽいのに中身は結構幼い印象があるな。周りを見ずに突っ走る癖は見ていて危なっかしい。騎士団に所属してるのにパーティーでの戦い方が不慣れな印象がある。キリト、ごめんなさい。けど素直で正義感あふれる女の子だっていうのも分かった。いいんだ、先を急ごうぜ。カイナン殿とやらを助けないとな。お助け。カイナン殿、今助けます。キリト、また力をお借りできますか。あれは召喚だけでは手に余るやもしれません。当たり前だろ。新しい旅の仲間と挨拶する前に邪魔者を退けないとダメみたいだな。ドロシー、行くぞ。
よろしくお願いします。絶対に負けません。よっ、これで決めるよ。どうだ、よっ、助けていただきありがとうございます。和平の使者様方、私はカイなんです。以後お見知りおきよ。サライもいるよ。サライ、大人がお話をしてるときは喋ってはダメと召喚と約束したでしょ。そうだった。シー、そうです、シーですよ。失礼いたしました。召喚もお口を閉じて、あ、いや、寡黙な暗黒騎士らしく黙っています。カイナンでいいか。俺はキリト、よろしくね。早速だけど、実際に会って尋ねてみたいと思っていたことがあったんだ。将校ギルドはどうして和平に乗り気なんだ。キリトさん、よくぞ聞いてくれました。私が言うのもなんですが、キリトさんみたいにどうして、なぜを考えるもんが少ないんですよ。というと？皆さん、我々が止めようとしてるこの戦い、よくよく考えたら一体誰が得をするんだろうと思いますか？得か、得って言われると、どっちも引けないから起きる戦いだと思ってたところがあるよ。だからすぐには思いつかないや。そうですよね。みんな後に引けなくなってるのは確かです。じゃあですね、戦いました、たくさん死にました、どっちかが勝ったとして、それでその後は、もし暗黒海軍が勝ったとしましょう。暗黒海は資源が少ないです。だから人海の水や果実、豊穣が約束された土地を喜んで奪うでしょう。でもですね、侵攻しても人海の土地を有効活用できなきゃ資源の問題も解決しません。またすぐ荒れ地を作るだけです。暗黒海全体のことを考えたら、人海と交易でも始めた方がよっぽど将来のためになるんですわ。ダークテリトリーと交易ですか。今は想像もつきませんが、私からすると戦争の流れの方が想像したくないですし、できないですね。私は剣も弓も使えません。
それは。いや、暗黒騎士さん含めてそちらの騎士さんの騎士道を否定したいわけじゃないんですよ。なんか起きたら守ってくれるのは騎士さんですから。ただですね、本当に戦いたくもない、力も弱い、ただ大地に根ざして生きてるもんからすると今の状況は怖いんですよ。戦争なんて始まってほしくないんです。なんで族長レンギルの名代として言わせてもらいます。商工ギルドとしては利益の大して出ない戦争より和平に手助けして利益のある未来を望みます。いざ平和になったらそちらさんと独占的な交易をさせてもらえたらこちらは文句なしですわ。なるほど、やはり和平賛同派も一概に全員同じやつじゃないんだ。暗黒騎士はダークテリトリー全体のためって感じだが、商工ギルドはあくまで利益のため、そして身の安全のためか。これは他の熟考との交渉でも相手の欲しいものをちゃんと見極めないとうまくいかなそうだな。ふむ、視野は広い男ですね。まともな人物ではないですか。苦情窓口など必要ないのでは。カイナン殿の悪い癖はそのうちわかります。ん？さて、そろそろこれが必要ですね。じゃじゃーん、商工会ギルド御用達の超高級品、名爆の香水でございます。皆さんはこれから暗黒界に入るわけなんですが、どう見ても人界の人族の方々です。こりゃまずい、暗黒怪人といらぬ騒動が起きます。身を偽らねばなりません。しかしどうやって。そこでこちら、他者の認識を惑わす暗黒術を時間をかけてたっぷり何重にも施した名品中の名品の出番でございます。これを暗黒界の人族と念じながら振りかけていただくと、あら不思議、相手に思わせたい印象を与えることができるのです。なるほど、確かに優れものです。それにしても俺たちとそっちの人族ってそんなに違うのか。バレたら戦闘が起きるくらい。見た感じそうですね。こちらに来れば私の言ってること分かりますよ。でもドロシーはそんなに違わないよな。まあまあキリトさん、あんまり深く考えず使ってください。ちなみにこれ大変希少なものでして、そうですね、和平が叶った暁には人界と暗黒界の交易でたくさんお金儲けさせてもらいますんで、大負けに負けてこれくらいで。カイナン殿、和平の使者様方を相手に商売を始めないでください。ドロシーさんの意気ぞ。じゃあブツブツ交換でも構いませんよ。そこのお嬢さん、アリスさんの持つ剣なんてすごい値打ち物だ。それ一本で手を打ってもいい。ちょっと見せてもらっても。ほう、私の金木犀の剣を売れと。いい度胸ですね。剣の露になりたいのですか。ああ、カイナン殿、何でもかんでも商売の種にするのはおやめください。この方は聖豪騎士の中でも名を轟かせているアリス・シンセシス・サーティ殿ですよ。殺されたいんですか。殺されますよ。なんと。ではそこの坊ちゃん、ユージオさん、お住まいはどちらですかな。よければ所有している家屋などあれば譲っていただけませんかね。
和平の暁にはそちらでの商売の足がかりにさせてもらえたら助かりますわ。え、僕？ルーリットの村はのどかな村だし、商売には向かないんじゃないかな。僕も住む家がなくなると困るし。ユージオ殿、検討しなくて結構です。カイナン殿、この時点で和平を壊そうとしないでください。召喚の命がけの努力が無駄になります。ダークテリトリーの人ってもっとこう怖くて得体の知れない人たちばっかりかと思ったんだけど。人界にいる商人さんとあんまり変わらないですね。リズさん仲良くなれるんじゃないですか。え、私？否定できないわね。結構好きだわ、あのおじさん。サライは？そうだった、サライもダークテリトリー出身だったわね。サライちゃんとも仲良くできるんだから、他の人とできないなんてことはないよ。どういうことだ？行くよ！
はい。はい。わかりました。とは人海に比べるとこちらはまがまがしいとも言える景観かもしれませんね。けれどここで召喚たちは生きているんです。今も、そしてこれからも生きます。さあ皆さん、こっちですよ。道が悪いですから足元に気をつけて。ここまで来れば次の目的地の交易街まであと少しです。ねえ、帰って来られるのかな。俺とお前とアリスがいて、そしてみんなもいる。このメンツでできないことなんてないだろう。キリト。ええ、私たちなら力を合わせればできないことなどありません。必ず帰ってきましょう。うん、そうだね。きっと無事に帰ってこよう。全員で。ドロシー、どうしましたか、サライ。お友達になれるかもね、キリトたちと。え、どうしてですか。ドロシー楽しそうだったよ。キリトたちとおしゃべりしてるの、アナドロシー初めて見た。慣れたらいいね。ね、慣れません。なってはいけませんよ、ドロシー。なってはいけません。召喚楽しそうでしたか。違ったかも。そうじゃないかも。召喚は誰かと仲良くできるような存在ではないのに、それを忘れていました。いけませんね。しかも彼らは人海の民なのに。ドロシー、なんで。違う、そうじゃないよ。自覚はあったと思います。彼らが普通に話してくれるのが嬉しくて浮かれていました。気をつけます、ドロシー。召喚は大罪の子供ですから、いずれ素性が分かれば嫌われます。今気づけてよかった。ありがとう、サライ。あのね、でもドロシーにはサライがいるよ。友達だからね。はい、召喚にはサライがいます。君がいるから召喚はまだ頑張れます。さあ交易街へ急ぎましょう。こうして俺たちはようやくダークテリトリーへと足を踏み入れることになった。この時俺はドロシーという女の子のことを何一つ知らなかった。本当に何一つ。